ウサギいっぱい。この中へこの魚入れますからね。ああなるほど。これがこの後ガバーッと来る。視線。視線になる。視線になる。これはいやどうなのか。それでそれであれやったんや。それで使ってるこの陶器とお魚、何の魚かいまだにわからないけど、なんか調味料が。これをこう野菜炒めの調味料として使う。これ妙にね、だからこう魚も日本では悩んでる。出ました。これ難しいっすよ。美味しいよ。その料理長はもう毎日これを練習したから。それでは先ほどの先です。これはね、唐辛子は入れずに山椒だけの。おお、これはこれで。これできました。できました。これ何ですか。何でしょうか。山椒の水を垂らす。山椒の水ね。でも美味しいな。赤いもんだ。赤いもんだ。赤いもんが出た。出ました。麻婆豆腐。これが四川の麻婆豆腐。皆さん参ったか。はい。よろしくお願いします。はい。今から四川の決め麺でいきましょうか。これ一人前ほんです。あおか。お酒と一緒に行くと。四川料理屋さんと。なんか靴の紐みたいですけど。靴の紐みたいなのは腰豆腐です。腰豆腐。腰豆腐ですと。これはどっちかがあの監督の先っぽでどっちかが井口さんの先っぽで。シャオワン。大きいのかってはなく、もうこちらはなんとカーッとーで減ったこれがなったカーッと入っておりますマッシュルーム入ってますゴートゥーヘムですよねこれ天然の黒ガリが今からこれ入ります。お料理長道夫さんが入れます。うわー入りません。おお、こんな料理あるの？